さあ、ということで、おそらく大丈夫だと思うので、相棒に話しかけていきますか？まあ、89号関連ですよね。本名は？それが、わからないんだ。謎か？わからない？戸籍に登録されていない人物なんだよ。外国人の可能性もあるが、国籍は不明。ただ、日本語を流暢に話すことから、日本で生まれ育ったらしいことだけは分かっている。89号と翔子との関係、二人の関係性については不明だ。接点があるのかどうかも分からない。ただ瞳が一月ほど前、府中刑務所の面会人待合室で翔子の姿を見かけたと、そう言っただけだ。翔子が会おうとしていた人物が89号であるという確証はない。何しろ府中刑務所には2000人近くの受刑者がいるんだからな。だが89号は翔子の名前を。俺は名波翔子を殺した犯人を知っている。すると両者には面識があったと考える方が自然じゃないか。89号は何者？言うまでもないが、複数の人間を殺した殺人鬼だ。現在は府中刑務所にて無期懲役の刑に服している。収監されたのは6年前。ピュータが言ってたな。彼は4件目の殺人を終えた後、警察によって逮捕されました。89号と第2サイクル事件との関連性。ピュータは言っていた。初代のサイクロプスは2人いると。そのうちの1人は熊倉組の元組長、熊倉ローハン。だがローハンは1年前ビルから飛び降りて自殺を。残るは1人、服役中の89号ということになるわけだが、89号に今回の犯行は不可能。一連の事件が発生したとき、奴は刑務所の中にいた。うむ。しかしながら、事件とは何の関係もないと断言することもできない。俺は、名波翔子を殺した犯人を知っている。あの言葉が確かなら、89号は何らかの形で事件に関与しているという可能性も。なるほど。行くんですね。相棒、89号に会いに行こう。89号の言葉が本当かどうかわからない。だが有効な手当が見つからない以上、今は奴の存在にかけるしか。わかった。だが、わざわざこちらから出向いていく必要もないだろう。89号の方を呼び寄せるんだ。どの道シンクすることになるんだったら、そっちの方が効率がいい。そうか。頼む。手配してもらえるか。任せとけ。ってことは、ソムニウムパート来るのかな。その後、いくつかの法的な手続きを終えて、89号は警察総合庁舎へ移送されることになった。到着までにはかなりの時間を要した。その間どういうわけか、ボスは一度も姿を見せることはなかった。わざわざ来てもらってすまない。いくつか聞かせてもらいたいことがあってな。協力してもらえると助かる。さあ、お話を聞いていくことになるんだが、お前の名前は？89号だ。本名を聞いてる。さあな、そんなもん忘れちまった。
なだみ翔子を知ってるな。まあ一応知ってるってことになるのかね。今から一月ほど前、翔子は受刑者と面会するために府中刑務所を訪れている。相手はお前か？ああ、確かに俺だ。相手は89号か？何を話した？特に何も。嘘をつくな。ところが嘘じゃねえんだな。奴は話をするために俺んとこに来たわけじゃねえんだよ。じゃあ何のために？会うためだ。会う？やつはただ俺に会いたかっただけなんだ、多分な。会いたかっただけ。翔子と知り合ったのはいつだ？だいぶ昔のことになる。具体的に何年前とかそこまでは覚えちゃいねえ。お前らの関係は肉体関係？冗談だよ。ビジネスパートナーみたいなもんだ。国籍はどこだ？ブルキナファソ。ブルキナファソとは西アフリカに位置する人口1700万人ほどの共和制国家だ。くだらん冗談に付き合ってる暇はない。第一サイクロ事件の犯人はお前だな。ああ、その通り。俺は6年前の事件の犯人、サイクロプスのうちの一人だ。翔子を殺した犯人？わかった。それじゃあそろそろ本題に入ろうか。2日前、お前は捜査本部に電話をかけてこう言った。なだみ翔子を殺した犯人を知ってると。うん、誰だそいつは。おいおい、ちょっと待てよ。まだ取引は成立しちゃいないぜ。本当に釈放してくれんだろうな。約束しよう。わかった。だがそいつが誰なのかを伝えるには前置きが必要だ。少し長くなるが構わないか？時間ならたっぷりとある。それじゃあ始めよう。これは一人の哀れな殺し屋の話だ。昔々あるところに正義感にあふれる一人の刑事がいた。ここでは仮に F と呼ぶことにしよう。F は世の中にはびこる悪という悪がことごとく許せなかった。F には親も兄弟もおらず、生まれた時から施設で育った。その施設で来る日も来る日も虐待を受け、その反動みたいなもんで F はこの世に存在する全ての悪事を憎むようになったんだ。ある時 F は追跡していた一人の凶悪犯を港の隅へと追い詰めた。そいつは連続婦女暴行殺人の容疑で指名手配されていた。ああ、もう分かったよ。このナイフを捨てればいいんでしょ？ほい。というわけで、その銃、下ろしてくれるかな？大丈夫だよ。他には何も持ってないから。おとなしく逮捕されてあげるって。知ってると思うけど、僕には入院歴があってね。しばらく特殊な病院でお世話になったことがあるんだ。だから、捕まっても全然平気なんだよ。どうせまた、すぐに出てこられるし。ああ、今度はどんなことして遊ぼっかな。考えるだけで今からワクワク。犯人は完全に丸腰だった。にもかかわらず
F が刑務所にぶち込まれることはなかった。一応裁判にはなったが、正当防衛が認められて無罪に。もしも真相が発覚したら、警察の不祥事ということで大変な騒ぎになる。そのことを恐れた上層部の連中が証拠を捏造するよう所轄の人間たちに指示したんだ。結局 F は懲戒免職や停職といった処罰を受けることもなく、しばらくしてから何事もなかったかのように現場に復帰した。それが F にとっての一つの転機となった。これまで F を押さえつけていた理性のタガが外れちまったんだ。 F は次から次へと不義を働く者たちに対して天誅を下していった。 F は一人の暗殺者となった。雇い主も依頼人もいないスタンドアローンの暗殺者。強いて言うなら、クライアントは自分自身だった。 F は自分の中の信念に基づき、悪とみなした者たちに対して恣意的な制裁を加えていった。しかしそれも長くは続かなかった。ある時 F は一人の極悪人 X を処分した。そいつは罪のない老人を騙して殺害し、狡猾なテクニックを使って遺産を巻き上げていた。だがその男 X の死を心よく思わない人物がいた。当時の熊倉組の組長、熊倉老藩だ。殺された X は熊倉組の幹部だったんだ。老藩は部下に命じて犯人を突き止め、F を速やかに拘束した。少し調べさせてもらったよ。分かってるだけで18人クズどもを片付けたようだな。ところがどういうわけか、刑事事件として立件されたものは一つもない。いずれも自殺か事故死、あるいは突発的な病死として処理されている。大した腕だ、恐れ入ったよ。どうだ、我々の元で働いてみないか。もちろんお前にはノーという権利がある。だがそれはお前にとっての最後の言葉になるだろう。秘密がバレてしまった以上、 F にはどうすることもできなかった。たとえうまくこの場を切り抜けたとしても、先に待っているのは終わりのない逃亡生活だ。F はローハンの言葉に従うしかなかった。かくして F の自由気ままな暗殺活動は終わりを告げることになった。 F は熊倉組専属の殺し屋となり、ローハンから直々にコードネームを授かった。その名はファルコ。猛禽類のハヤブサを意味する言葉だった。ファルコは警察官を辞めたわけではなかった。昼は実直な刑事として働きながら、夜は組織の命令に従って暗殺を繰り返す日々。これまでの中陸とは異なり、そこに大義はなかった。相手が何者かもわからず、ただ言われるがままに、ファルコは次々とターゲットを始末していった。ファルコの心がすさみ果てるまでに、そう時間はかからなかった。やがて時が経ち、数年前。心身ともに疲れ果てていたファルコは、裏の仕事で大きなヘマをやらかした。狙っていた獲物を仕留め損ねて、腹に銃弾を浴びたんだ。
どうにか現場を離れることはできたものの、近くの神社まで逃げ延びたところでファルコはついに力尽きた。もう立ち上がる気力も残されていない。社殿の脇に背中を預け、ファルコは思わずうめき声を漏らした。その時だった。ぼんやりと霞んだ視界の中に佇む女の姿を見つけた。おそらく助けを呼ぼうと思ったんだろう。女は慌てて携帯を取り出し、画面の操作を始めた。と同時にファルコの耳に足音が届いた。複数の人間が駆け寄ってくる足音。追っ手が自分を探してるんだとすぐに分かった。ファルコはその場をやり過ごすべく女の体を引き寄せると、いきなり唇に。それがファルコと女との出会いだった。女は学校の教師をしていた。自分の住む世界とはかけ離れた職業。彼女と話をしていると仕事のことは全て忘れることができた。彼女はファルコと日常的な世界をつなぐ唯一の接点だった。それから何度か逢瀬を重ねるうちに、いつしかファルコの中に温かな感情が芽生え始めた。女の笑顔や優しい言葉は乾ききったファルコの心に潤いを与えた。気がつくとファルコはかつての自分を取り戻していた。これからは彼女のために生きよう。ファルコはそう固く胸に誓った。なるほど、足を洗いたいか。お前には随分と世話になった。いいだろう、好きにするといい。ただし条件がある。最後に一つだけやってもらいたい仕事があるんだ。何、大したことじゃない。ある女とそいつの娘、二人を片付けてくれればそれでいい。どうだ、簡単だろう。そう言ってローハンが見せた写真には一組の親子が写っていた。一人はファルコが神社で出会った教師の女、そしてもう一人は当時12歳になったばかりの彼女の娘だった。うわ、つながっていましたね。なぜ、どうして二人が。多分そういうことだよね。尋ねてもいつもと同じようにローハンが理由を教えてくれることはなかった。いずれにせよファルコがそんな命令に従うはずはなく、だが断っても別の誰かが二人を始末することは歴然としていて、ファルコは考えた。二人の身の安全を確保しながら同時に自分が組織を抜けるにはどうすればいいかと。しかしどれだけ考えても有効な解決策は見つからず、窮地に追い込まれたファルコは藁にもすがる思いで一人の人物に相談を持ちかけた。そして、沈黙が続いた。どういうわけか、それ以上89号が口を開くことはなかった。ここまでか。なんとなくだけどさ、相談持ちかけた相手っていうのがボスの可能性もありますよね。なんで話をやめた。なんで話をやめた。
その話と証拠の件にどんなつながりが？その話と証拠の件にどんなつながりが？これ全部そういう感じかな。今のは何の話だ？刑事ってどういうことだ？おい、答えろ。どんな取引でも同じだろう。約束が果たされるって確証を得るまで相手に全部手渡しちゃならねえ。与えていいのは半分までだ。話の続きが聞きたけりゃ今すぐ釈放の手続きを開始しろ。そうしたら何もかも教えてやる。だってこいつはテコでも口を開きそうもないぞ。ピューター。はい。準備してくれ。準備って何の？決まってるだろう。シンクのだ。89号にはいつもの薬を投与しておきました。しばらくの間目覚めることはないでしょう。伊達さん、準備はいいですか？ああ。制限時間は6分です。分かってる。では始めましょう。よじゃねえよ。何寝てるんだ。寝てるから寝てるんだよ。なんで逆切れ？ふにゃー、このラグマットめちゃくちゃ肌触りが良くて気持ちいいにゃー。なぜ唐突に猫と？おふざけはここまでだ。さっさと捜査を始めるぞ。じゃあ立てよ。ここは左岸家か。そうだよね。ああ、間違いないが、なぜ？89号、一体何を隠してるんだ？うわ！この緑色の、私は入れないようだな。どうしても隠し通すってわけか。往生際の悪いやつだ。ソムニウムスキャン開始。どうやら緑色のものと対応しているようだが。さあ、89号が隠しているある人物の過去へ。89号は緑の膜に覆われて近づくことができないようだが。